が、まず見ものですね。そうですね、はい、さあ圧倒して勝つと話したのは井上尚弥、画面右、たった一度のチャンス、運命のゴングが鳴りました。井上尚弥とそして河野光平、日本人同士による世界タイトルマッチ、スピードもあるし、パッチ力もあるんで、はい、さあ右のアッパーも出してきました。一つこのアッパーというのが今回井上尚弥が河野対策として重点的にやってきた、ブステイノがチャンピオン井上尚弥です。あっという間に2分経過、いや前に出ている河野、まあ、あの今の河野選手のダッシュもしっかりブロックとなかなか厳しい戦いになるんで、はい、前に出たいんですけどね。距離感が一つ大事だと話していた井上尚弥、その距離感をこの第1チャレンジで掴んだか。さらに最後強烈アボリー、さらに第1チャレンジ、ここ第1ラウンドの立ち上がり、いや山田選手、はい、このまず河野のこのラッシュから始まりました。そうですね、河野さんが、まあ、がプロ43戦目になります。右のショートアッパー、さあ河野がボディ、井上尚弥を探す、そして井上尚弥、ノーボスを打った、右だ右だ、河野が右、左を返す感じだと、あえて一発を狙わず相手にダメージを蓄積させてそこで勝つんだ、相手をギブアップさせたい、そんな戦い方をしたいと井上尚弥は話しています。出ますからね、井上選手、この辺りのディフェンス能力、とにかく何もさせないんだ、そう話しているのが井上尚弥。右、とにかく今右の右で、さあ前に出て井上尚弥が詰める、距離を詰めてくる、ボディを返す河野、井上がさらに攻め込んでまたボディ、ここで第2ラウンド終了、打でペースをつかもうとした第2ラウンドでした。まあ、序盤は良かったんですけど、はい、後半にいいボディをもらっちゃったんで、ここからですね、はい、これが、はい、福永さん、はい、チャンピオンサイドですけれども、ボディかなり効いていると分析をしていますね、はい、ボディから、右のストレートあるいは左フック、この辺りに田中大輝アナウンサーです。井上の距離を潰して戦わないと本当に厳しい戦いになりますよ、はい、いや右のボディ、さらに右のフック、 WBA のタイトル、それをなくしました。ただそこから WBO、 すぐに世界チャンピオンを取り戻す、そのチャンスを河野光平は得ています。左のフックが絡むんでしょう、とにかく強くなった自分を見せたい、そんな思いで井上尚弥は今日の一戦に臨んでいます。さあ河野はしかし距離を詰めてきた、そして右のフックを出します。第3ラウンド、井上尚弥のこの連打、この3ラウンドで圧倒してみせました。さあ第4ラウンドへと、そんな話を井上尚弥がしていました。ただただ井上は強かった、そう思わせたい、そう思って臨んでいる今回の防衛戦。いやー、コーナーが出てきた、コーナーの気持ち、これはもう戦い方の差だったと話します。ですから僕の中では WBA のチャンピオンというそんな思いで戦いますと、そんな話もしていました。いや、そして長谷川純さん、どうなんでしょうこの距離というのは。まあ、あの冷静に見てるんで、パンチをもろに食らってるわけではないんで、はい、はい、まあ、全部ブロックしてますよね、井上選手は。今も右のフック、それもしっかりガードしていました。井上のラッシュがありました。具志堅さん、何かこう、ここ2試合は消化不良の戦いが多かった井上ですが、今日はもう違いますね。今日はね、あの第4ラウンド、井上の親が圧倒してみせました。第4ラウンドに最後、43戦目、世界タイトルをかけた戦いはこれが10度目。今は右のフック、井上尚弥、いや左のフックからボディ、さらにボディ、ショートアッパーは右へのセコンドの話をお伝えしました。さあその中であのアッパーでまた入りづらくなりますからね。そうですね、ちょっと悩むところですよね。接近したい、いや接近して、そして右、そして左来ましたね、井上。あ、そうですね、はい、いや山田選手、はい、あの4ラウンドで井上が圧倒して当然ダメージもあるはずなんですが、そうですね、選手もう鍛えたことで今まで以上のパンチが、破壊力のあるパンチが出るようになったと河野話します。その河野の今は右が2発、さあボディの打ち合い、山田選手、はい、アッパーから一つリズムを掴んだ井上尚弥というラウンドでしたが、それでも前に出てくる河野さんに対していろいろ考えながら戦う、今のラウンド
この河野選手が戦ってきた中で一番いいラウンドだったと思いますよ。平野さん、そのあたりですけれども、河野陣営ですけど、さすがに最高のラウンドという声が飛んでますね。23歳チャンピオン河野選手、勝負ですね。そこは勝負ですよ、河野選手。河野は耐えられた。井上は剣が右だ。河野公平を退けました。第6ラウンド、井上尚弥の今チャンピオン井上尚弥が河野公平の元に行って握手を交わしました。そして井上尚弥の腰に WBO、Thank you.
DK 大槻より勝者赤川新井。